どうもどん底です。以前に私の底辺職として、動画を上げたんですけど、その後どうなったかっていうと、維持しております。底辺職で確か前の動画では1食150円ぐらいなんじゃないかと、言ったと思いますけど、まあ、実際いくらなのかなと思ってちょっと調べてみました。まずですね、材料で、野菜ですね。野菜は、今この、映像に出てるものと、なんだっけ、ニラもやしか、あとキャベツなんとかっていうのがあるんですよ。その3つで、半額になるもの、で、まあ50円ですね。約税込みで50円ぐらいじゃないかなと思います。で、最悪この3つが半額がないときはもやしのみとなります。もやしのみならもうちょい安いで、袋麺が、5食のやつで、180何円とか税込み200円ぐらいなのかな。なので、20円ですね、約、とあとは豚バラですね。豚バラが1パックで、3回分ぐらいなのかな。3回かケチレア4回分ぐらいで、3回分として、おそらく260円ぐらいですね。なので、60円プラス50円プラス20円60円50円20円130円ぐらいですね、実際は。で、その豚バラも何パー引きとか半額とかの場合があるので、下手したらもっと安くなるかもって感じですね。で、私の場合は、基本1日1食なので、これのみです。で、十分やっていけます。で、下手にカップラーメンだと、まあ安くても100円ぐらいじゃないですか。で、カップラーメン1個だと、1日1食だとちょっと正直無理ですね。で、カップラーメン2個買うぐらいだったら、こっちの方が全然 OK。 カップラーメン2個って正直美味しくないですからねこんな感じですね。でね、最悪の場合のまあ選択肢としては別にこれだけではないんですよ。ただ自分的にはこれが一番うまいからこれがメインになりますけど、選択肢としては他にもあって、まあ一食おそらく50円ぐらいの、私の、食事もあるんですけど、まあそれはいつか今後、まあ、近いうちか分かんないですけど、動画で上げようと思います。では今回はこの辺で。どうもありがとうございました。